のストーリー流出した件って結局どういうことなの？あれ僕の裏垢なんですよ。で、いや違う、なんか何が怖い、いやあれ僕らもちろん僕が悪いんですけど、何がなんか怖いって、あれ僕すごい仲いい子しか入れてなかったのよ。その、何、フォロワーにね。で、いまいち誰がやったかもわかんないのよ。だからさ、なんか怖いよね。なんか人、だから今も普通に遊んでる友達とかもさ、なんか、もしかしたらみたいなさ、そういう勘繰りはあるよね。そういうのは怖いけど、結局どういうことなの？あのままでしかないよね。そう、でもそれがなんか嫌だったな。まあ、なんかむしろ僕、ああ、やっちゃったと思ったけど、ねえ、なんか悲しかったな。あのピッてアクスキー出てきて、クローみんなにレイス。ねえ、別れたんやって、みんな言ってた。そう合ってるね。そうで、そのさ、情報は公開しとるの？そんなに。別れたっていう。あ、違うの？付き合ったの？なんで知ってるの？じゃあ。さて、炎上して。あ、そうだ。で、一緒に炎上したんだ。一生そばにいるから一生そばにいてよいしょ離れないようにどっこいしょ懸命に